増地さん、戦い終えて難関がちょっとねすごいレースをしてきたなという感じでしたが、そうですね、もっとやり終わったかなとは思います。うん、で、かかりというかスピード感どうでした？いや、もう行けるとこ行こうと思ってたんですけど、行けるとこがなくて、はい。まあ、競輪はライン戦なので、その数のね力というのも感じますけど、そうですね、せめて中段取らなきゃダメでしたね。まあ、だったらもちろん、その増地さんとしては関東でこういうことをできればというのも、そうですね、次はダービー終わって宇都宮記念あるので、はい、まあ、ちょっと深谷さんのあの走りに対抗するにはという、そうですね、4社とはいえもうちょっと、はあ、いろいろ、はい、反省点のレースでした。またね、あの先につなげていけるように、はい、また頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。